外の球ライトに上がっている。ライトが出てきて入ってます。フェアです。平沢帰ってきてマリンズ先制。今日も中村翔吾先生のタイムリーヒットです。ライト線ポトリと落ちました、ね、今日はレアードに一発二つ目のホームランが出ました。さあ2ボール2ストライク。ルーキーからバントしたがファールだ。ちょっと悔しそうに中村がこのちょっと大きくコースを外しました。一塁ランナースタートを切る。投げません。さあこれ取って、それがアウトになるともう次アウトになってしまいますんでね。ドラゴンズとしてはここは止めました。あロメロが気合を込めて佐藤のねプロテクターに一発止めましたが、ここはどうでしょうね。5回を迎える2アウト完全に1塁で行ったというところで、佐藤にいらんこと言うなって俺を信用しろというところでしょうか。入っていってテンポ上げるっていうことしか考えちゃいけないと思うんですよね。で松本がライト前テキサスヒットになっています。あただただ飛び出していましたがなんとか戻っています。ライトマーティンがもう飛び出している。松本をアウトに取ろうというような、ね、送球でした。さあしかしこれは日本プロ野球界オールスターゲームは7月の26日火曜日、そして7月の27日水曜日、2試合が予定されています。舞台はペイペイドーム福岡、そして松山、愛媛で行われます。井上に変えて小川を送った井口監督です。両監督ともにここは動いてきます。いや素晴らしいピッチングを見せてくれました、ね、なんか負けられないような状況の中でね、はい、これだけの素晴らしい結果を出すっていうのもね大変なことなんで。そうですね、うん、そして井口監督のところでもう一度二言三言。あとジャストラッキングレアードは今タイム。そのヒット数、うん、ことんこれはバット回っていたという判定。ビジョンでね、今日の、まあ、対戦相手マリーンズの、ね、ビデオが出られます。さあで今日は、楽天が0対1で今日ライオンズに負けましたので4位の可能性マリーンズまだ残したということですね。首の皮1枚マリーンズも残してまだ4位の可能性残しています。さあでブランドン・レアードにも大きな拍手、岡大海にも大きな拍手。ファイターズファンはレアードと岡を忘れていません。